負け、広島ファン集合。もういやや、栗林落とせや。広島ファンって存在してるんけ。栗林はもう使う方が悪いわ。つまり洗いが悪い。今日の負けでさすがに栗林は強制になるやろ。それだけの試合。栗林で3敗ならまだ許せる。坂倉バント代打の間はマジでいいね。そこそこ足早い打者揃ってんだしバントとかマジでいらねえだろ。野間を下に落とせって人おるけど下も育てないとあかん選手おるからな。野間はどう扱えばいいんや。というか野間はほんまなんなん。どっか痛めてるんちゃうんかってぐらいさすがにおかしいやろ。おかしいも何もルーキーの時からベンチに暴投して CS 潰したり走らないで殴られたり変わってなくね。今年の栗林はダメだってあれほど Y が言ったのに。新井じゃなかったら野間なんかとっくにベンチなのにな。新井の悪いところ出てきたわ。栗林落とせって言ったら怒られるの宗教みたいで怖いわ。まあ今日は初っ端から恨めやったな。栗林は一回だけ投げるのに疲れ切って汗びっしょりなのに先発できないやろ。栗林あかんやね。一旦落とすかなんらかせんと。抑えのまま使うなら落とさんでいいわ。栗林落とせって言う前に使いすぎな気がするんやけど。もう10登板投げてるんやけど。栗林はいい機会だし2軍に落として先発調整させろ。ご視聴ありがとうございました。